こんにち道路構造物。バーチャルeゲーマーです。いやー、皆さん見ていますか？道路構造物を。バーチャルeゲーマーが、全然覚えられない道路構造物の名称を、頑張って覚える、このシリーズ。今回のテーマは、レンガの積み方です。道路構造物界隈において、パッと見て、名前をさっと言えるとかっこいい、二大積みといえば、レンガの積みと、のり面の積みですよねー。私は、どちらもわかりません。長手積みしかわからん。そこで今回は、バーチャルeゲーマーと覚える、レンガの積みの種類、をお届けします。のり面編は、また今度だ。ということで、こういう種類があります。実際にはもっとありますが、道路で見られるのは、きっとこのくらいです。長手積みと、小口積みは、覚えやすいんですけど、フランス、イギリスの並びがいやらしく、ここをどう覚えるかが鍵ですね。じゃあまずは、基本の長手積みからいきましょう。レンガの積みの種類は、表層に露出した、レンガの面のパターンによって、判別できるわけですが、これはもっとも、単純なパターンの一つ。レンガの積み方として、よくイメージされるやつですね。長手というのは、レンガの面の名前で。これは、一枚側面が小口、細長い側面が長手、太長い側面が胴という風に、呼ばれます。長手積みは、このうち長手面を、前面に押し出した積み方で。長手面をジグザグに配置し、いい感じに積み上げたものです。小口積みは、これと同じように、小口面を前面に、積み上げたもの。別名ドイツ積み。東京駅なんかは、この積み方で建築されているそうです。嬉しいですね。続きまして、イギリス積み。長手面が連続する段と、小口面が連続する段を、交互に設置した形です。なんか、レンガを効率的に使えて廃材の出ない、合理的な積み方なのだそうで。実際、レンガ製のトンネル校門には、この積み方が非常によく見られます。ちなみにこの足として、オランダ積みというものがあり、違いは、端っこになる部分の組み方だそうです。調べて図解を見ても、全くわかりませんでしたが。でもまあ、レンガトンネルの校門は、端っこが曖昧になっている場合がほとんどなので、とりあえず、長手面の段と小口面の段が交互なら、イギリス積みってことでいいかな。いいのかな。最後、フランス積み。これは、各段において、長手面と小口面を、交互に配置した形。ということみたいです。見ての通り、非常に美しい構造なのですが、明治後期以降、廃れてしまった積み方だそうで。確認できる機会は少ないかもしれません。見られたら上がっておきましょう。ということで、レンガ積み、基本の3種でした。トンネルの高校を見るにあたっては、基本的には長手積みとイギリス積みを覚えておけば良さそうです。ただまあ、例外的な積み方も色々とあるようですので、そういうのにぶち当たったら、めっちゃ珍しいやんけ、とテンションをぶち上げ、機器として個別に調べればいいですね。ピンチは、チャンスだ。そんなあれで、バーチャルeレンガーマーの、薄井がお届けしました。さようならー。